ジーン・ロック・ハートはカナダ出身で主にアメリカ合衆国で活動した俳優、歌手、作家、作詞家。キャリアの初期は本名のユージーン・ロック・ハートを名乗っていた。1891年にカナダ・オンタリオ州ロンドンで生まれ、6歳で初舞台を踏む。1916年にブロードウェイデビューした後、1922年に 映画デビューするものの一作のみで舞台に戻り、1934年に改めて映画に出演するようになると、その後は映画を中心に活動するようになる。俳優として活動するから、ジュリアード音楽院で演技や舞台技術を教えていたほか、作家として舞台やラジオショーの脚本をはじめ、雑誌の舞台関連記事の執筆や作詞なども行っていた。また、 映画のサウンドトラックに歌手や作詞家として参加している。1938年の映画、カスバの恋の演技で第11回アカデミー賞の助演団優勝にノミネートされる。1950年代に入ると活動の中心をテレビに映すが、1957年に冠動脈血栓症で亡くなる。万65歳ボーツ。ハリウッドウォークオブフェームに映画と、 テレビで一つずつ星を持っている。1924年にイングランド出身の女優キャスリーン・ロックハートと結婚し、1925年には娘ジューンを設ける。ジューンは後に女優となり、その娘のアンも女優である。ありがとうございます。